まあ、こういう場所ですからいろんな支持政党、党派の方があろうかと思いますけれども、この現場で一緒に声を上げた、まあ、仲間ですね、その仲間が議会に行ったということで喜んでいただけたらと思います。本当に地方議会とかそういう場所に一人でも多くこういう人間を送り込まないと本当に脱原発できないと思うんですよね。そうだ、この選挙戦でもね、その脱原発のことはもう打ち出して前面に押し出して演説やってました。でもね、対立するいろいろな候補の方が、まあ、国政の問題関係ないじゃないかとこういうことを言ってくるわけです。それ違うと思いません？国政の大きな問題ほどこの足元のこの地元の自治体のところの政治から変えていく、その足元の政治の場から声出していくってことが本当に大事だと思うんです。この場所ももちろんそうですよね。はい。で、本当にそういうところから変えていかなきゃいけない、改めてこういうふうに思っています。そうですね、皆さんいろいろ話してるんで、どうしようかな。そうですね、そうそう、僕ね、脱原発って本当はもっと簡単にできると思ってました。でもなかなか進まないですね。で、結局この問題って商用原発全部なくしたとしても原発なくならないんですよね。で、いいですよね、この辺は。商用原発がなくなったとしても横須賀には原発2基残ってしまう。横須賀を母港にしているアメリカの空母には原発が2基乗ってるわけです。結局ここまでなくさない限りは脱原発はできないということであれば、もうやっぱりいずれシングルイシューでは済まなくなるというふうに最初から思ってたんですけど、まあ今現実にそうなってますよね。もういろいろな人たちがいろいろな運動に参加して、まあ昨日のこともそうですしね、朝8時から声を上げる、夕方も声を上げる、そういう方がたくさんいました。で、今日自身も僕も朝の宣伝も、まあ、戦争反対だし、昼間も新宿に行って署名と声出して、夕方は夕方でまた戦争反対の宣伝をして、一日これしかやってない。もう なんてことしてくれたんだって思います。僕の一日を返してほしいと思うんですけど、ちょっと告知だけさせてください。すいません、シングルイシューじゃない話なんですが、告知ということでお許しください。今度の日曜日、中野で戦争反対のパレードやります。やっぱり地元の場から声出さなきゃいけないということで、午後2時から、新井薬師の公園から杉山公園まで歩くと。で、今回ちょっとコースを変えて、鍋横商店街って分かります皆さん、アーケードのですね、すごく昭和の香りのする商店街なんですが、そこをちょっと大回りをするということで、こう目に見える形にしたいというふうに思ってます。今日ビラたくさん持ってきてます。日曜日空いてる、歩けるっていう方、ぜひこれビラ持ってって書いていただいて、ぜひ参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。で、一緒にローカルデモでね、彼は中野で、私たちは武蔵野とか三鷹で、それぞれもう原発事故がなかったら絶対出会ってなかったような仲間が、自分の街でやっぱりできることをずっと続けながら、そしてやっぱり一歩勇気を出して次に踏み出して、今度は議会から政治を変えるんだって勇気を出してね、立ち上がってくれたこと、本当に私は嬉しくて頼もしくて誇りに思います。で、希望のエリアからもね、2人今回議員さん来てましたけれども、こうやってね、やっぱり私たちが政治を変えていくんだっていうことが、とっても向こうにとっては手強いことであると思うし、私たちにとっては自分たちの代表が議会でガンガンね、変えてくれるっていうの、頼もしくありがたいことだなと思います。これからもぜひ一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。17日中野パレード、ぜひご参加ください。